恐怖臭人間バタイダー。譲るのか譲られるのか、コミュニケーション能力で突き抜けるバタイダー。今日はバタイダーのインタビュー収録日なのである。まずはお名前を教えてもらえますか？恐怖臭人間バタイダーだぜ。今何歳ですか？教習人間に年齢は関係ない。初めて車を運転したのはいつですか？もちろん18歳になってからだぜ。車を運転してみてどうだった？最高に楽しかったぜ。速度を出すのは怖くなかった？むしろ気持ちよかったぜ。では運転するとき、道を譲るか譲られるかどっちが好き？譲る方だぜ。本当に？譲る運転の方がかっこいいぜ。試してもいい？もちろんだぜ。じゃあその場所まで行ってもいい？少し緊張するけど望むところだ。やってやるぜ。煽るように譲るあなたがかっこいい。俺は正義の人、恐怖臭人間バタイダー。説明しよう。バタイダーが運転へのワクワクゲージ画頂点に達すると、このポーズを取りたくなるのである。はい、では、狭い道を走行中に、対向車両と、すれ違う時のポイントを、説明していきたいと思います。自車の前方左側に、道幅が若干広くなっている、いわゆる待避所というものが設けられている時は、迷うことなく、そちらの方に車両を誘導して対向車両とすれ違ってほしいということですね。あと前方対向車両が見えた時なのですけども、相対速度の世界に入りますので、倍の速さ、今自分が走行しているスピードの倍の速さで、対向車両と接近するということも考えておいてください。ですので速やかに、対向車両が見えた時は、相手方が譲ってくれているのか、そして自分が譲るべきなのかということを瞬時に判断してですね、すれ違っていきたいと思います。一番安全なのは自分の車を完全に停止させるということが一番安全だということも考えてください。対向車両と行き違う時は、初心者の頃はですね、止まって、必要があればミラーも格納して対向車両に動いて、もらう、そのようなことも考えていただければいいかなと思います。では走行していきたいと思います。はい、では今中央線がある道路なのですけども、こちらの先から中央線がなくなってですね、福音現象の標識、左側にあります。そちらの道を対向車とですね、上手にすれ違いながら走っていく、実践していきたいと思います。はい、スピード標識は40キロとなっております。まあ、前方の状況と良ければ40キロの制限速度以内で、走っていけばいいのですけども、対向車とすれ違うときは対向車両も40キロでこちらに向かって、接近してきますので、相対速度の世界になりますので、80キロで、対向車両に接近していくと考えていただいていいと思います。若干道が広くなってきたなと感じるのですけども、常に対向車両が来た時のことを想定して、どこで待つべきなのか、自分の車線の左側に、若干道幅が広くなっている、待避できる場所があればそこに入って待とうということを常に、対向車両が来た時考えていきたいと思います。対向車両来ました。若干左側広くなっているところで寄せてですね、減速していきたいと思います。であと自分の車線側の待避所のことだけを考えるのではなくて、対向車線側の膨らんでいる部分ですね、私から見たら右側になりますけども、そこがあればおおむね対向車両もそちらの方に、入ってくれて待ってくれます。でそのようなことが読み取ることができればですね、瞬時に、自分の車が譲ってくれてるなと。今対向車来ましたのでこちら左側寄せていきます。完全停止する方がいいですね。もう一台前方車両見えましたので無理に、進行しません。対向車両白い車見えます。待っておきたいと思います。あ、対向車両待ってくれていますか。いや、来ましたね。待ちたいと思います。ここで強引に進行してきてしまいますと、一番狭くなっているところで、対向車両とすれ違わなくちゃいけませんので、しっかり待っておきたいと思います。
軽く手を挙げてくれました。対向車両とコミュニケーションを取っていきたいと思います。では行きます、ね、この場所で、対向車両と接岸の難しかったですね。一瞬白い車はこちらの広いところで待ってくれてた気がします。はい、もう一度行きましたね、はい、しっかりすれ違います。もう不安な時はですね、完全に停止されるといいと思います。でその時もしっかり左側に寄っていただいて、必要があればミラーの格納をしていただいた方がいいかなと思います。はい、左側を押さえます、はい、ではここからぐっとまた道が狭くなります。自分の方は対比所がありませんけども、狭くなった奥にですね、対向車線がもっと広くなっております。もしも、対向車両が来た時は、おそらくこちらの対比所で待っていただけるのではないかなと思います。対向車両のドライバーもしっかり安全運転行動してくれていると信じていきたいところですけども、かもしれないね、突っ込んでくるかもしれないというようなことも考えていきたいですね。危険予測です。対向車両続々来ますね。これは突っ込んでいかずに、左側に寄せて止まっておきたいと思います。対比上ありませんけども、対向車線側の対比上のところで待ちたいと思います。後続車両来ましたのでね、ちょっと譲りましょう。後続車両に先に行っていただきたいと思います。後続車両に進路を譲る場合も必ず対向車両が来ていない状況、そして、直線部分ですね、カーブの入り口手前とかで、対向車両、後続車両に進路を譲ってしまいますと事故を誘発してしまう可能性がありますので、譲るタイミングというのも考えていきたいと思います。今カーブミラーで対向車見えましたね、はい、はい、カーブに直進していきます。若干左カーブですね、はい、落石注意のですね、警戒標識が見えました。イラストはですね、今まさに落石してくるというイラストの警戒標識なのですけども、意味としてはすで、に落石が道にですね落ちている、そのような可能性もありますよと教えてくれている警戒標識になります。対向車両が見えました。ぐっと道幅が狭くなっています。狭くなる前に対向車線側にですね、道幅が広いところがありますので、そちらですれ違いたいと思います。タイミングをずらして対向車両とコミュニケーション、上手にすれ違うことができました。ですので狭くなっているところ、同じタイミングになりましたら突っ込んでいかないと、もう強引にいかないということですね。自分が待ってですね、対向車線側の広いところですれ違う、そのようなタイミング上手に取っていきたいと思います。左カーブ、ちょっとブラインドコーナーですね、対向車両が来ていないかぐーっと徐行して確認します。来ていません、行きましょう。はい、対比所と、書いてある標識も見えます。車両が来たらここで待ってくださいよと、ここですれ違ってくださいよと教えてくれてますね。しっかり活用していきたいところです。はい、またもや左カーブですね。右側のカーブミラーにも目を配り、対向車両が来ていないか、もし対向車両が来ている場合はカーブの中で、行き違う、すれ違うことがないようにタイミングを取っていきたいところです。はい、右カーブあり、そしてその奥にカーブミラー、またもや福音現象の標識、見えてきます。さらにここからぐっと道幅が狭くなりそうですね。はい、対向車両が来ました。しっかり左側に寄っていきたいと思います。左側に寄るときなんですけど もう自分の車の左のサイドミラー活用してですね、寄れる幅考えていきたいところです。はい、カーブの入り口は本当に対向車が来ないかしっかり減速してですね、対向車線外対比所がありますので、対向車両が譲ってくれるのかなと期待したいところです。危機予測も大事です。はい、はい、対向車両が見えました。
若干左側ガードレールが切れているところが広くなってますので、こちらに入ってですね対向車を待ちたいと思います。はい、青い車が来てくれましたね。はい、対向車両頭を下げてくれました。はい、私も頭を下げますね。対向車両の方ちょっとエコーですね。なんでこいつはヘルメットをかぶってんだと思ってるのかもしれません。はい、対向車が来ましたね。広いところですれ違いところバスも見えましたね。はい、さあバスのドライバーさん止まってくれました、これは私に来てくれとおっしゃってくれてますので行きたいと思います、この時もしっかり左側に寄せて、対向車両とコミュニケーションを取っていきたいところです。このように対向車両がぐっと寄せて止まってくれた時は、私の方に進んできてくださいよと、あなたの方がスムーズに通れるでしょと言ってくれてますので、速やかに進行していってあげたいところですね。一番いいのは待つという判断ですけども、相手の車両が待ってくれたなと判断できたときは、それは相手の気持ちを汲み取って進んでいけばいいと思います。はい、この場所では左側にまず自分の車が待つポイントはあります。でそれが狭くなった後、対向車線側に待つポイント見えてきますね。このタイミングで対向車両がもし来た場合は、対向車両が止まってくれるのではないでしょうか。なんとか対比上を使ってうまく道を譲ることができたぜ。対比上を活用するポイントは、自分の車だけの対比上を見るのではない、対向車線側にもある対比上もうまく活用できるように、まずは自分が譲ることを第一に考えよう。ところが対向車が自分を譲ってくれてると感じたときは、臆することなく進行していければいい。対向車とのコミュニケーション、これが一番大事だ。ぜひ覚えておいてくれよな。じゃあ俺は行くぜ。待避所が連続する狭い道路を積極的に進路を譲って安全に通過したバカイダー。あのインタビューで語った内容には嘘はなかった。さすが正義の指導員バカイダー。走れバカイダー、頑張れバカイダー。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して、バカイダーの活躍を応援しよう。